2部構成でお送りいたしました本日のプログラムですが、えー、10名の皆様のプレゼンが終了いたしましたそれではチーム医療フォーラム代表理事秋山和弘より閉会のご挨拶を申し上げますよろしくお願いいたします、えー、皆さんお疲れ様でした結構あの午前中から 数えますと15人ですのであの、まあ、かなりもう疲労困憊というか、ね、頭がですねパンク状態じゃないかと思うんですけどもあの非常に皆さん、ですねプレゼンターの方々それぞれの世界観でお話しいただいてあの皆さんこう満腹な状態でこれから消化するのが大変かなと思うんですけどもで毎年、このメットプレゼンですね開催してまして来年もですね、えー、実はもう日程が決まってます、うん、メモの用意ごよろしいでしょうか 来年はです、ね、10月の16日の日曜日に開催します、あの11月がですねもう全部埋まってまして10月しか取れなかったんですけどもあの季節的、気候的にもです、ね、非常にいい時期じゃないかというふうに思います、あと今年ですね3月に秋田でメットプレゼン秋田が行われるのと、まあ、仙台はですねもう今年で 3, 台3回目になりますが5月14日にメットプレゼン仙台が行われます。あと 在宅の部門でですね、えー、メットプレゼン在宅っていう称してですね5月の21日の土曜日にまたこの会場で,ですねやる予定になっていますのでまだプレゼンターのこは全然決まってないんですけどこれが終わってから決めようということで、えー、少しずつまた活動していきますので皆さん、あのー、ぜひですね今日の感動をお持ち帰りいただいてそれぞれにですねお土産として職場なりご家族なりに伝えていただいて。あのー 狂いたまえというと変ですけどもあの単純な狂いたまえじゃなくてですね本当に良き意味での狂い玉絵というのは必ずあるんだと思うんですね。でこういう場でですねこういうい場があるからこそ思いっきりですねいろんなプレゼンターの方々も思いっきり話ができるんだと思います。でこれから先、今日あのオーディエンスというかです、ね、聴衆としてあの座っている方もいずれこの場で自分の思いをですね語る思いっきり語るというですね そういう場がですね日本にいくつもあるべきだと思うんですね、この国が良くなるために、ですねそんなことを考えて、また来年、皆様に、あるいはその途中でもですねあのお会いすることができますように、えー、記念しまして、この会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました